セッシュアルフレームオブラブ。ましてこんにちは。FMO テミンスペシャルフレームオブラブ始まりました。皆さんどうぞよろしくお願いします。さてここからは FMO テミンスペシャルフレームオブラブということで、人気5人組グループシャイニーからテミンさんをお迎えし、歌のことダンスのこと他では聞けませんよ、あんなことこんなこと楽しくたっぷりお話ししていきたいと思います。というわけでこの方がいないと始まりません。改めてご紹介しましょう。テミンさんです。はい、皆さんこんにちは、テミンです。はい、すごいですね、もう上の方までぎっしり、はい、暑いのにすごく待っていたって言われて、僕もすごく皆さんと早く会いたかったんですけど、もうやっと皆さんと会いに来ました。はい、ね、本当にたくさんの方にお集まりいただいて、皆さんこうテミンさんのうちわを持ってお越しいただいてますね。そうですね、今日は公開収録ということで、はいはい、まあ、普段は歌とダンスでステージを作り上げてるテミンさんですけれども、はい、今日はトークです。はいはい、そうですね、僕苦手なトークでやってすごく緊張してますけど、もうよろしくお願いします。お願いします。はい、普段からこうお話しするのは好きですか？もうそうですね、周りのスタッフさんたちとかいろんなことを話したりしますけど、うん、実はちょっと内面的な内向的な性格で、うん、そうですね、外ではあんまり喋らないタイプなんですけど、もう最近はちょっと、もう今日はちょっと長いですけど最近はちょっと多くなりましたよね、もう話すことが。はい、そうですよね、もう日本語も本当にお上手で、先ほどオンエアでもね、お話ししていただいた時も思ったんですけれども、え、今何したんですか？ただここにいるだけでこんなに歓声が上がる、素晴らしいです。もう何人ぐらい集まってらっしゃるんでしょうね。そうですね、皆さん手振っていただけますか？うわ、こんなにいらっしゃってすごく嬉しいですね。ね、暑い中ありがとうございます。まあ、ここにいらっしゃる皆様は本当によくご存知だと思いますが、改めて私からテミンさんをご紹介させていただきましょう。はい、テミンさんは5人組グループシャイニーのメンバーです。去年7月27日にファーストミニアルバムさよなら一人で踊ったんですね。今ね、はい、ちょっとだけ私が見てない間に踊ったんです。僕は紹介をちょっと体で、あ、じゃあお願いします。私そのまま読むので紹介を体で。はい、わかりました。はい、もう一回いきますね。はい、昨年7月27日にファーストミニアルバムさよなら一人でメンバー初の日本ソロデビューを果たされました。いいよ。はい、数々のソロ活動を経て、今月1日と2日にはご自身の夢でもあった日本での初ソロステージを日本武道館で開催、そして7月18日にはセカンドミニアルバム、これタイトルは何ですか、テミンさん？フレームオブラブです。はい、リリースになります。はい、おめでとうございます。皆さんもうこれチェックしていただけてますか？さすがですね。ではそのセカンドミニアルバムフレームオブラブから1曲お届けしましょう。はい、では曲紹介お願いします。はい、まずリード曲なんですけど、さよなら一人とちょっとなんか連結がある雰囲気曲なんですけど、うん、聞いてくれたら嬉しいです。うん、はい、ではお聴きください。フレームオブラブ、お届けしたのはテミンさんのフレームオブラブ、お届けしました。はい、この番組を収録している今日は7月17日月曜日、海の日ですね。テミンさんはこの7月、はい、日本でとっても精力的に活動されているということで、はい、そうです。まず7月1日と2日は、はい、なんとソロステージで、はい、日本武道館 2days、はい、チケットはもちろん完売。2日の公演は、まあ、私も見させていただきましたけれども、前編が LINE ライブで生配信して、なんとですね32万人の方が視聴したということで、もうこれはふーしか言葉が出ませんよね。そうですね、嬉しいです ね、まあ、ソロステージはテミンさんの夢
だったということですが、はい、叶いましたね一つ。あ、そうですね、本当に、歌手になりたいって思った時からずっといつか一人でコンサートとかやりたかったんですけど、それを叶えて本当に自分のことだけじゃなくて周りのスタッフさんたちとかいろんなスタッフさんたちが手伝ってくれて、そして皆さんが応援してくれてできたと思います。本当にありがとうございます。武道館のライブ終わった後はもうやりきったっていう感じでした。完全燃焼しました。信じられないですよね。まだちょっとなんていうか、やったけどやった気がしないっていうか、足りないというか、まだ満足できないというか、はい、もともといろんな場所とかで皆さんにもともと見せたいというか、はい、その日が早く来たら嬉しいですよね。あ、じゃあまだまだテミーさんの中にはやりたいこと尽くしなんですね、はい。まあ、その武道館公演でテミーさん自身がそのステージで表現、はい、ここが一番表現したいなって思ったことはどこだったんですか？まず僕の世界観っていうか、あの自分のアイデンティティ、自分のテミンが誰だっていうことを紹介することをちょっと音楽 ちょっとファッションとか踊りとかでちょっと皆さんに紹介したかったんです。それで一番テミンらしいことを思いながら演出してくれたリノさんとそれを相談しながら作りましたけど、それがよく伝わったかな、もうわからないんですけど、はい、伝わってますよね。心に刺さったんですか？ありがとうございます。噛んじゃった、はい、心の刺されって言っちゃった、はい、すいません。心の支えに、はい、心の支えにできましたか？ねえ、いや素敵な武道館公演で、ね、あのシャイニーのメンバーさん、はい、オニュさんとジョンヒョンさんも、はい、この武道館公演、あ、そうです、ね、見に来られたそうですか。なんか感想聞きましたか？そうですね、あの僕のことを応援しに韓国から、はい、わざわざ来てくれて本当に、はい、感動しましたけど、胸がいっぱいになったんですけど、うん、あのなんていうか本当に2人が来てから緊張感もちょっとなくなったし、本当に力になりました。あ、嬉しいですよね。いつも一緒に行動とか活動を共にしてるメンバーからいただく言葉っていうのは感慨深いものがね、はい、そうですねありますね。あります。あの私も皆さんも気になってらっしゃると思うんですけど、ライブしてる時に会場の皆さんのお顔って見えてるんですか？ああ、そうです。たまに見る暇が余裕ができる時は見ますけど、実は武道館っていう場所では、ほとんど緊張していて見えなかったんですけど、見る余裕がね、はい、でも僕本当に家に戻ったらすぐモニターしながら、うん、僕のことを改めて見ますけど、その時皆さんの顔が見えて、あ、はい、見えてますよ。今日は近いですからね。はい、今日はちゃんと見えますよ。まあ、まだやり足りないとおっしゃってましたけれども、はい、次また武道館公演をできるとするならば、どんなところをもっと頑張りたいですか？ああ、そうですね、まず、はい、僕をちゃんと見せるように、僕の色とか僕テミンらしいことをちょっと見せたいです、うんうん、そしてファンの皆さんが喜んでいるように、なんか、はい、いつでも新しいテミンを見せたいですよね。テミンという自己紹介、自分らしさはアピールしつつ、はい、新しさも加えていきたいと。はい、ありがとうございます、はい、うまくまとめてくださいましたねっていう顔をしましたね、はい、さあではここでもう一曲、そんなソロステージでも披露されたこの曲をお届けしましょう。ではテミンさん、はい、曲紹介をお願いします。次の曲は僕が日本でデビューした初のリード曲です。さよなりとり、聴いてください。お届けしたのは、はい、テミンさんのソロナンバーさよなら一人、お届けしました。さて、はい、シャイニーとしては、はい、グループとしては、はい、7月15日と16日に京セラドーム大阪で行われた、はい、SM タウンライブワールドツアー6 in Japan にご出演されました、はい、これ見に行った方素晴らしい、いかがでしたか2日間大阪で。そうですね、
すごく楽しかったです。本当にもう、はい、日本でいろんな場所を行ったり来たりしながら、まあ、いろんなことをもう経験して本当に楽しかったんですけど、もう改めて大阪来て皆さんともういいステージを作って本当に楽しかったですけど、また早く近いうちにもう間もなくキョサラでシャイニーで5人でドームをしますけど、ね、決定しましたね、はい、ぜひその時も皆さんと遊びたいですよね、うん、はい、その京セラドーム大阪でフレイムオブラブも披露されたということですけれども、はい、その場でフレイムオブラブ披露した感想はいかがですか、はい、ずっと僕のソロアルバムを出すことができるのは本当にありがたいことですよね。そして僕もなんか、はい、失望しないように失望しないです、はい、大丈夫です、はいはい、なんか、はい、僕も頑張ってはい、頑張ります失望させないように汗拭いてくれたね、はいはい、ですね、やっぱりじゃあメンバーと一緒だと安心する部分はありますか。はい、そうですね、自分がよくできないところとか、うん、僕が不安しているところを他のメンバーがやってくれるから、そっちを本当にプレッシャーなくて、うんうん、本当になんか安全に、うんうん、はい、することができると思います。安心するんですね。安心する、はい、安全じゃない、はい、安全じゃない、安心、安心さあ、そして7月18日にはフレームオブラブがリリースされるんですが、はい、実は、まあ、ここに集まってらっしゃる皆さんはもうご存知であろう、7月18日はテミンさんにとって他にも意味がある日なんですよね。ではフレームオブラブからさらにもう一曲お届けして、ミニアルバムのこと、はい、明日7月18日のこと、いろいろお伺いしていきます。ではもう一曲、はい、テミンさん曲紹介お願いします。はい、今回のアルバムの中で一番激しい曲っていうかダンス曲です。はい、聴いてください、 Do it baby。さあ、今回のミニアルバムはですね、はい、陰と陽がぶつかり合う、あ、はい、テミンさんのオリジナリティがもう本当に凝縮表現されたうん、作品ということですけれども、ありがとうございます。このフレームオブラブっていうミニアルバムでテミンさんがソロアーティストとして一番表現したかったっていうのはどんなところですか。うん、そうですね、実は僕が韓国でもソロアルバムを発売されましたけど、うん、そのなんか音楽性とちょっと違うところを見せたくて、もっと僕の感情っていうかちょっと内面の世界を込めた内面の性格っていうか、それをちょっと染めたかったんですよ、それ、ね、音楽にアルバムに。それで写真とか音楽とかそれをちょっといろんなことを相談しながら作ったんですけど、もっともっと自分のこと感情を込めるように作りたいんですけども、まだどんどんできていると思いますけど、あの勝手にそう思ってますけど、そうだからもっともっと見守ってくださいっていうことを話したいですよねこれからも見守ってくださいと、はい、いやでもね、十分に表現できてますよね。テミンさんの魅力が詰まったっていうアルバムになってますけれども、はい、一番自分の中でチャレンジしたなっていうことは、チャレンジしたいいことっていうか、ちょっと皆さんと煽りを一緒にすることができる曲をやってみたいですよね。ダンスナンバーっていうか、おうおうおう、自分一人で踊ることじゃなくて一緒になんか盛り上げる曲をライブでね、はい、一緒に歌ったり一緒に踊ったりすることができる曲を、はい、チャレンジしてみたいです。これからもっと増やしていって、はい、ライブもより盛り上がるっていう、はい、楽しみですね。はい、そうですね。そして皆さんもご覧になられたと思いますけれども、今日ね、うちわを持ってくださっている方もいらっしゃって、その写真も、はい、よかったら大きく掲げてください。これ蜷川美香さんの手掛けられたお写真、はいはい、そうです、撮られて、はい、あそこに大きいポスターもありますけれども、そうですね、いかがですか、ご覧になって。あ、恥ずかしいですテミンさんご覧ください、後ろにもございます。あ、そうですね、僕オフールするときそういう姿じゃないですけどかっこいいふりをしているテミンです
いやでもテリーさん本当にこう踊って歌ってる時と今こうやってトークしてる時ギャップがすごいですよね。あ本当ですか。うん、まあ、そのギャップがまたこう心をくすぐられる、はい、可愛らしい感じで言われませんか。もうたまに言われてますけどあ僕もでも分からなかったんですよ。本当に分からなかったんですけどスタッフさんに僕がモニターしながら、あ僕ステージに上がると、まあ、写真撮る時とかもういきなり顔が変わること知っていましたって聞いてみましたけどそうですよ知らなかったんですか自分のことで。はい、それで、あはい知らなかったんですよって僕も見てちょっと、はい、びっくりしました。すごいギャップありますよね。ぜひ今のこのテミンさんとあと歌とダンスで全然違うギャップもねこのミニアルバムフレームオブラブで楽しんでいただけたらなと思います。ヘイヘイはいどちらもいいですよ。ヘイでもはいでもさあそして先ほどもちょっとお話ししましたけれども7月18日はフレームオブラブのリリース日というだけではありません。実はテミンさんの24歳のお誕生日なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー。この収録を行っていますのが7月17日つまりバースデーイブということで1日早いんですがちょっとだけフライングでお祝いしちゃいましょうか。お花のケーキだ。お花の、うん、果物の果物の果物でお花を作ってみました。あ、そうです、はい。まあ、フレームオブラブでも花がこうしてねジャケットにありますのでそれに合わせて。ああ、そうですね。ちょっと風が強くて火がつかなかったんで、あの、はい、火がついてますこれ。テミさん、はい、そうですね、見えますよ。見えますよ。見えますよ。せーの、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、昨年はお誕生日の直後にソロデビュー日本でされまして、はい、まあ、シャイニーとしての活動もあり本当にすごい忙しかったと思うんですけども、あ、はい、テミさんにとってどんな1年でしたか。はい、去年はまだ半年しか過ぎてないんですけど、でもすごくいろんなことを準備しながら本当に皆さんにどうやって僕のことを見せるかだけでちょっと悩みながら過ごした半年でした。それでもう残っているもう半年は本当に皆さんにもっと成長した自分そして僕テミンをちょっと見せたいんです、うん、それで皆さんもなんか楽しみながら僕のことを見守ってくれたら本当に僕も嬉しいです。もうでも十分に皆さんから応援とか力をいただいて本当に自分、うん、僕も満足なんていうか満足もういいですけどもともと欲しいこれからどんな1年にしましょう。テミさんこれからは、うん、本当に今年はテミンの年。おお、2017年はテミンの年とシャイニーの年、はい、欲張りですね。欲張りです、両方ね。はい、そうですじゃあぜひ24歳のテミンさんも皆さんご期待ください。ではそんなお誕生日当日にリリースされるセカンドミニアルバムフレームオブラブからもう一曲お届けしましょう。はい、紹介をお願いします。はい、ちょっと悲しい曲です。バラードナンバー曲ですけど、はい、皆さん聴いてください。 I'm crying です。と一緒にお送りしているこのものすごく楽しい時間も実はそろそろ終わりに近づいております。そこでですね、収録日がバースデーイブのテミンさんに時間が許す限り質問とお願いをぶつけてみたいと思います。じゃあ例えば、はい、自分じゃなくて、はい、恋人の誕生日にはどんなことをしてあげたいですか。ファンの皆さんの誕生日って思ったら、うん
うわこういうところが好かれる理由ですね、うん、やるはい、そうですね、一緒にいることだけで十分っていうか、はい、本当にそうですね、はい、一緒にいたいです、はい、イケメンだあなたは僕さあというわけでこの中にもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、はい、テミンさんと同じく7月生まれの方にお誕生日を祝うメッセージを一言お願いします。あ、そうですね、はい、夏に生まれた皆さん7月も誕生日おめでとうございます。本当にもう体を大事にしてください。そしてこれからも真面目、うん、これからもいいことだけあったらすごく嬉しいです。僕もなんか祈ります。祈ります、皆さんの幸せと健康ね、はい、生まれてきてありがとうございます。イエーイ、7月生まれの皆さんおめでとうございます。さあそしてですね、まあ、何度かライブでね大阪に来ていただいてるとは思うんですけれども、はいはい、今日はもう夏らしい関西弁を覚えて帰っていただこうかなと思っていて。関西弁ですか、まあ、そう多分ね、はい、好きやねんとか、はい、なんだろう、大きにとかはご存知ですか。はい本当に知ってる。もう知ってます、はい、でなんとなくの関西弁は知ってると思うので、はい、今日はそうだね、暑いから暑いほんま暑いなって、ほんま暑いな、でその次に溶けてまうやろって、溶けてまうやろ、いかがですか皆さん、バッチリですかこれ。じゃあもう本当にもう次シャイニーでこうドーム来るのも、はい、まだ暑い時期だと思うので。あ、そうですか。あ、そうですね、はい、暑いなと思ったら大阪ではほんま暑いな、はい、ほんま暑いな、溶けてまうやろ、溶けてまうやろ、はい、これで暑さを乗り切ってください。はい、わかりました、ぜひありがとうございます。いろいろ答えていただきありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。ではテミンさん、ミニアルバム、はい、フレームオブラブから次はどの曲をお届けしましょうか。はい、そうですね、次の曲は武道館っていう場所ですごく皆さんに印象的だったと思いますけど、ドアっていう曲を聴いてもらいましたけど、この曲は改めてお届けします。はい、聴いてください、ドア。テミンさんとお送りしてきました。この番組も早いものでエンディングのお時間になってしまいました。あ、テミンさんは短い時間でしたけれども、はい、これだけもう上見てください、はい、これだけのファンの方に見守られながらの収録はいかがでしたか。本当に嬉しいですよね。もともと皆さんと もう共感しながら話した方ですけど、短い時間でちょっと残念ですよね。本当にまたぜひライブでね。そうですね、うん、もうでもまた会える機会は多いから、うん、はい、その日まで待ってください。はい、あ、皆さん優しい素晴らしいですね、はい、そうですね。さあ最後になってしまいますが、今日お集まりの皆さんに、ラジオの前で聞いてくださっている皆さんに、はい、テミンさんからメッセージをお願いします。はい、皆さん本当に夏暑さに気をつけてください。そしてスイカとかもたくさん食べて、はい、してください。そしてFlame of Love っていう僕の2回目のミニアルバムが発売されたんですけど、うん、本当に皆さんからもらった応援とか力で僕ももっと全力で一生懸命頑張ります。ぜひこれからもよろしくお願いします。あ、そしてもう一つ最後にシャイニーのドーム公演、そして SM タウン公演もぜひシャイニーを応援しに来てください。皆さんもちろん行きますよね。ありがとうございます。それでは最後に1曲聴いてお別れです。ではテミンさん、曲紹介お願いします。あ、皆さん本当に今日近い距離で会ってよかったんです。もうこれからもこんな機会が多くなったら嬉しいです。では最後の曲です。いつかここで聴いてください。 FMO テミンスペシャルフレームオブラブ、お相手はテミンと FMO DJ の泉でした。せーの、さようなら。